ポール・アントワール・ビダルは、フランスの作曲家、指揮者だが、もっぱら卓越した音楽教師として後世に名を残している。トゥールーズ音楽院に学んだ後、パリ音楽院で、ジュール・マスネとセザール・フランクに支持して1883年に、ローマ大賞を受賞する。パリオペラ座や、オペライコール・コミック座で指揮者を務める傍ら、パリ音楽院の教団に立ち、文下に、アンドレ・カップレ、 ナディア・ブーランジェ、リリ・ブーランジェ、ジャック・イベル、アンリトマジ、ウジェーヌ・ビゴ、リカルド・カスティーリョ、アンドレオス・センラを要す。エロス・エロス、ゲルニカ・ゲルニカ、ラ・バンドといった一連の歌劇を残しているが、今日では、ほとんど忘れられてしまっている。1886年1月8日に、フランツ・リストのために、ドビュッシーと共演して二大ピアノ版の、ファウスト交響曲を演奏するが、 夕食後の宴であり、作曲者自身はどうやら眠りこけていたようだったという。その翌日に二人は、リストに、シャブリエのロマンティックなワルツを二大ピアノで演奏して聴かせた。ありがとうございます。